どうも、ドリームキャラマンやってきました。いやーね、昨日までフェスタがあったじゃないですか。ね、僕と同様、めちゃくちゃ走った人いたんじゃないですか。そしてまた走る系のイベント。いや、大変だね。もう大変よ。もうエナジー見てください。3エナジー。3エナジーなんですよね。だからまあ1万8000コイン。ちょっと、キリの悪いけど、まあ、せめてキリのいい文字にしましたね。うん。1万8000。ということで600連ですね。ということで引いていきたいと思います。で、その前に、Sランク契約書、10周目のSランク契約書を引いたんで、こちら、どうぞ、見てください。はい、ということで、出た選手は、小島投手でした。ロッテのね、小島投手でした。まあ、どうなんすかね。ちょっとわかんないんで、一応残しときますけど。まあ、わかんないですね。ミキサー来たらわかんないです。ということで、聞いていきたいと思います。で、600連なんで、まあ、今回ね、どういう引き方しようと思ったんですけど、まあ、ただ単に聞いていきたいと思います。600連だね。まあ、僕ね、まあ、引きながらいきますね。僕、割と、キャラバンの相性めちゃくちゃ悪いんですよ。フェスタは結構相性いいんですけど、キャラバンの相性めちゃくちゃ悪いんで、あ、これ来る、どう、え、マジそんなことある、3回っすよ。え、ちょっと今回ちょっと違うかもしんない。引きがトイレ磨いた、まだこのこびりついてますね、僕の右手に。リセットします。これは来てるな。お願いします。じゃあ行きます。まあ、ということでね。まあ、僕あんまり、良くはないんですよ。相性は。相性良くないんで。まあ、ちょっと1枚引けたらいいなって思ってたんですけど、600連で。これはもしかしたら、3、4枚あるな。ちょっと、強欲になっていいですか？強欲のツボ発動していいですか？ 4 枚。4枚。ああ、A ラン、B、A ランクだね。おぉ、いいね、いいね。あ、これ A ランクが美味しいですよね。なあ、いいね。これ、今回来てるぞ。いいよね。B ランクも結構あるんでね。で、エナジーが、還元率が結構いいんですよね。全部 A ランク終わっちゃった。ちょっとこれリセットしていいですか？リセットします。ごめんなさい。いきます。あと14,400枚。いやー、どうだろう。これ結構いいと思うな、今回。でもやっぱ S ランク 30% 出たいっすよね。まあ、結構皆さん 30% を10枚引くっていうのが、流行りっていうか、動画でよく見ると思うんですけれども、まあ、僕もね、引きたかったんですけど、まあね、エナジー見てもらうと分かる通り、3エナジーしかないんだよ、僕は。おいやばい。やばいぞ、これ。右手が今光ってる。30% 契約書って見えるんだけど、僕の右手に。これはやばい。いきます。これはやばい。これ来るぞ、また。ダーン。これはやばいぞ。これは光ってる。A ランクだね。うわ、やばいやばいやばい。なんこれ。これ今光ってるうちに回しました。光ってるうちに。いけるいけるいけるいけいけ。うわ、A ランクだね。やばいやばいやばい。大変なことになってきた。これは、強欲になっちゃうよ。しかも今回、センターがね、追加されたんですよね。S ランクで。で、柳田選手がね、守備 B で、来たんで。うわ、もうこれ引くしかないですよね。まあ、柳田選手、コズとも僕、ソフトバンクでミキサー引く予定だったんで、千賀投手狙いで。なんでね、もうめちゃくちゃ嬉しいですね。B ランク。これ A ランク来ても、リセットしますね。あ、B ランクいいね。これどうだろう。フェスタめちゃくちゃ引いたんで、B ランクとかめちゃくちゃいるんですよね、今。だから、どうだろう。A ランク来てほしいな。あ、ちょっと流れ悪くなっちゃった。頼む。あー、いやー、まあ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 。流れ悪くなってたね。結構 B ランクの出る率が高い。あ、来る。あえぐい。3枚目っすね。リセットします。あと6900枚。これはやばいぞ。4枚。いや、ちょっと5枚狙っちゃってもいいですか？強欲の壺発動しても。あと、6000枚。いやナイス。いや、これやばい。やばいぞ。光ってる。みんな光ってる、俺の右側。今、光ってるよ。光ってる。ちなみにちょっと 30% はね、引き終わったらすぐ引くんで、ぜひね、最後まで見てってください。これはやばいぞ。来るぞ。あー、まあまあまあ。
やばい。こんなにドリームキャラバンって夢があったんだな。名ばかりだと思ってた俺は。マジかよ。B ランクだね。いや、マジか。楽しい。結構1万8000枚コイン集めるのに大変だったんですけど。まあね、もう一気に、冷めましたね。楽しいな。あと、10回。うん。B ランク。せめて A ランク来てほしいな。せめて。B ランク。B ランク出るな。A ランク来い。あー。エナジー。まあ、エナジーの還元率高いっすよね。ドリームキャラバンって。まあ、それがいいっていうのもありましたね。おー、エナジー4つ。いいね。あと1500枚。早っ早っ来い来いあー、A ランクだね。ラッキーラッキーラッキー。来いあと3回。あと2回。いきます。でもまあ、さあ、B ランクだね。ラスト、ラストいきます。お、来るあー、A ランクだね。うわー、よかった。めちゃくちゃ良かったっすね、今回。ということで、集計していきたいと思います。はい、ということで、集計していきたいと思います。でね、僕、プレゼントの中身、キャラバンボックス回す前のやつはもう全部取ってたんで、一括受け取りするときは、全部キャラバンボックスからのものになりますね。ということで、エナジー図見ていきたいと思います。119エナジー。これ結構返ってきてますね。半分ぐらい返ってきてる。めちゃくちゃいいっすね、やっぱエナジー還元率。最高だね。そして、契約書もね、集計してきました。その数なんですけれども、結構いいっすね。B ランクが19枚。うん。まあ、これはね、フェスさんに比べるとちょっと少ないんですけれども、A ランクがね、8枚あるんですよね。8枚。いや、全然いいっすね、フェスタよりも。で、S ランク 30% が4枚っすね。これは上出来すぎる。僕ちなみに、いつも20周ぐらいして、1枚がいつもだったんですよね。3回ぐらいやったんですけど、今回4枚も出ましたね。びっくりした。ということで、30% 契約書を引きたいと思います。はい、ということで、4枚ですね。うん。これは1枚は出てほしいな。そしてね、せっかくだったらセンターの柳田選手、来てほしいですね。あとはまあ、千賀投手とか、来てほしいな。じゃあ行きます。これちょっと緊張するな。まだ右手に光が残ってること、お願いします。頼むで、調子くん。調子くん頼むよ。来た激圧。これ全部出たら結構熱くない ?1 枚じゃないかも。2枚あるかもしれないよ。これが、くるくるくる。カットイン来るでしょ?カットイン来て、パリン、パリン来て、これは熱いぞ、来い!あー、まあまあまあ、泉投手、泉投手ね。オッケー、行きます!よっ!あー、源田選手、いいっすね。継承っすね。超3なんで。来い!あー、戸郷選手、超4っすね。もう1枚来てる。頼む!あー、おやき選手ということで。まあね、1枚来たんでいいっすね。で、しかも継承できるんで、源田選手。ありがとうございました。ということで、また会いましょう。バイバイ。